はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。純子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。お手紙もいただきました。ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。日本改革党は、立候補者の戸籍公開を党の方針にはしてません。けれども、まあ私、参院選前に公開したのを見習ってですね、松戸市議選立候補中の千田隆が曽祖父までの戸籍を自主的に公開いたしました。曽祖父っていうとひいじいちゃんってことですか。父親が親の代が一代目、ご先祖一代目、って数えるぞ。でじいちゃんがご先祖二代目、ひいじいちゃんはご先祖三代目と数えるそうであります。ずっと北海道にいたらしいですね、千田さんはね。2日にわたったがんの定期検査、終わってやってまいりました。今日終わったんですけれども、結果は白でした。よかったよかった。検査結果にビビってまして、夕べはよく眠れませんでした。再発してますね。なんて言われたら、どうしっぺ。またあの痛い手術、やだなーとかですね。抗がん剤、腹痛くなっから、食えなくなっちゃうし何日も、やだなーって、ビビりまくっておったんですけれども、おかげで昨夜は、よく眠れませんでした。また3ヶ月後にやるんですけれども、その時もまたビビってんだろうなーって、思っております。麻生副総裁とエマニュエル、アメリカ大使講演会が開かれました。麻生副総裁、中国は自由貿易のルールを無視している。まあ、貿易のルールだけじゃないですけどね。エマニュエル大使、中国はあらゆる前提やルールを守っている。こっちの方が正確だわな。貿易のルールだけじゃないんだぜ。中国が破っているものは、ネットの反応です。82歳なのに元気やな。麻生副総裁のことでしょうか。中華思想においては、ルールは弱者に押し付けるもので、自分たちが守るものではない。カルトみたいですね。カルト。カルトもですね、幹部はルールを守らない。末端信者、下っ端信者は、教団の定めたルールに厳しく縛られる。という、カルトの特徴というのがありまして、まあ、中国共産党は、あれなんだわな、カルトなんだわな、アメリカもスーパー301条、301条を振りかざして、日本を恫喝しただろう。そんなこともありましたね。1980年代、日米貿易摩擦とか言って、デトロイトのね、労働者が日本車ハンマーでぶっ壊したりなんかしておりましたね。日本のメディアは貿易摩擦なんて言い換えてましたけれども、向こうの報道ではですね、トレードウォーつって、貿易戦争っていう言葉が使われておりました。日本製ゲーム、漫画、アニメとか、すぐ中国で規制されるのに、中国製は日本で好き勝手に商売できんのおかしいだろ。そうだな。一方的すぎんな、これな。どうして日本人は中国の土地買えないのに、中国人が日本の土地買えるんだ。おかげで助かってる、売れもしねえ、山ん中で何にもなんねえ、原生林とか、日本人が中国人を騙して買わせてっていう噂も聞いちゃいましたけれども、なんせね、電気もね、道もねえで、持っててもしょうがねえんだって、車も行けない、行くとしたら徒歩で行くしかない。だから、開発、しようがねえ、まずは道路から作んねえと、みたいな、そんなね、原生林、当然、誰にも売れない、売れっこない、みたいな北海道の原生林を、中国人騙して高く売りつけてるって、噂聞いたことありますけれども、中国の時代は完全に終わり、一党独裁国家を世界経済に組み込んだのがそもそも間違い。とするとですよ、とすると、ベトナム、シンガポール、これも一党独裁国家だから、
ああ、世界経済に組み込むのは間違いなんじゃないだろうか、なんて思っちゃいますね。そもそも条約も何も守らない。口を開けば嘘ばっか。だが、党内のハニトラ議員を野放しにしてるんだよな。松下新平とか言いましたっけ？あと、林外務大臣も、足しげくね、ヨガに通ってるそうだし、半年で7回ぐらい中国行ったっちゅうし、怪しいっすね。麻生副総裁は、自民党の副総裁なんだから、副代表なんだから、なんとかしてよ、こいつらね。麻生さん攻めたな、言ってるのはね、アメリカ大使も同じこと言ってるから、まあ足並み揃えたんですかね。ここまできつく政治の重鎮に言われちゃうとですね、経団連の情弱経営者への牽制になりますね。中国進出した企業がなんかあって政府に泣きついても、だから言ったじゃん。だからルール、守んねって言ったじゃんって、冷たく突き放せますね。こんだけ言っとけばね。まあ商売は自己責任が基本ですよ。私も動物病院15年ほど経営してましたけれども、仕入れた薬ね、全然使う機会なくて、まあ期限切れで、無駄になっちゃった。捨てちゃう、なんていうことになっても、政府に泣きついたりはしねえでしょ。まあ自己責任ですよ。中華思想イコール世界征服ですかね。世界の中の花が中華ですから、世界征服です。すべての国を属国、超高国として従えるっていうのが中華思想であって、これがある限り何があっても行儀よくなりません。中国は、たとえ中国共産党が倒れて、他の政府、他の体制になっても中華思想がある限りは、つまり世界征服思想がある限りは、行儀よくなんねえべね、これね。日本共産党と一緒でですね、革命を成功させて、権力を得た後に、なんか文句言ってきたやついたら、騙したなとか、詐欺だな、よくもって言ってきたやついたら、そういうやつは消せばいいって考えてるので、どんな嘘でもつきますね。ウイグルもチベットも、あのありさまじゃん。騙したななんて言ったやつは、片っ端から消してんだと思いますけれどもね。共産主義と中華思想って、嘘をためらわないっていう共通点ありますね。共産主義は革命成功させて権力を得るためには、嘘が正当化される。中華思想は世界征服終わったら、もう怖いもんねえから、そのためには嘘をためらわない。っていう共通点。それだもんね、赤が道徳を完成させよ。全員で道徳を一つとせよ。っていう教育直後を目の敵にするわけだよな。道徳言われちゃったら、嘘つきにはたまにもね、嘘つきどもは道徳などない。相反するもんですからね。エクソシスト1973年、メリル神父、悪魔の言葉に耳を傾けてはいけない。悪魔は嘘が武器なのだ。我々はですね、赤と中華思想のやつの言葉に耳を傾けてはいけませんな。嘘が武器だから、あいつらね。大使館ナンバーの交通違反罰金、踏み倒しランキング、2021年、1位ロシア、1826件、1日5件も交通違反してんのか。で、罰金踏み倒してんのか。2位中国、638件、1日2件か。3位エジプト、184件。ということで、ネットの反応です。ならず者国家、2トップ。中路、さすがならず者国家のボス。高顔無知、ここに極まれり。毎年増えてくってすごいよな。こういうのは中国がぶっちぎりで1位と思ったらロシアだったわ。つまり日本の法律を守る気がない。やっぱ敵国だわ、こいつら。交通法規も守れない奴が国際法守れるわけないよね。なるほど。国家を代表する連中がこれだからな。近所の国、外ればっか。日本は、なんでこう、外ればっかの国に囲まれているんでしょうか。神を恨みたくなっちゃいますけれども。
国の看板しょってんのに、ようやるわ。まあ日本人にどう思われてもええわ、思ってんのかな。日本人だったら、あの他国での行儀にはことさら気をつけるでしょうね。日本だって看板しょってんだからね。それにあの全員親戚だしね。国際法も守る気なくて、ウクライナに攻め込んじゃう連中はですね、まあ他の国の法律守る気あるわけねえがなって、年間1800円券ならですね、少なく見積もっても2000万円ほど、罰金滞納してるはずなんですけど、これロシアに国家請求しろよって、一応まだ国交あんだからさ、大使館も置いてやってんだからさ、ロシア国家に請求したらいいよっぺ、これ。あんたんとこの外交官、こんなひどいんですよ。罰金払ってくださいよ。日本にいる限りは、日本の法律、従ってくださいよ。外務省は事なかれで、怠慢してないで、仕事しろや。ロシアに、この罰金、請求しろや。あえら、朝日新聞社、導入予定のトマホークなんか、効果ねえし、専門家に聞いたし。というですね、あの、打文を長々と並べておりまして、ネットの話、出たー専門家、配備されて困んだろ。朝日が言うなら効果絶大。アホか、持ってるだけで全然違うんだよ。ありなしの効果が絶大で、当たる当たらんは別な話。まあ、抑止力ってことですかね。トマホークでミサイル迎撃とか言っちゃってるけど、本当に専門家なの？トマホークの用途はミサイル迎撃じゃないし、この記事は迎撃用の話にすり替えてる。つまり嘘発表書いてるってことですね。迎撃用じゃねえものを迎撃には効果がないとか言ってるってことだっぺね、これね。知ってて書いてると思うよ。あえらが嫌がってるなら導入が正解。トマホークで困る連中の代弁を朝日がするいつもの、というような意見がありました。専門官、軍事のとは言っていないっていうオチですかね。嘘つき専門家であるとか、まあ詐欺の専門家であるとか、そういう人にお話聞きましたってことなんですかね。朝日新聞も日本を破壊してあの権力を得た後に文句言ってくるやつは消せばいいって考えてんで、嘘にためらいがない、どんな嘘でも即座に言えるっていう特技があります。この辺はあの共産主義者と中華思想と一緒ですね。あるいはその両方。世界を共産主義国にし、そのリーダーに俺はなるって、気張って大失敗して崩壊したのがソ連ですね。中華思想と共産主義に達したような、存在がソ連でした。朝日新聞は未だに頭ソ連ってことですかね。元祖で本家で最強だったソ連が失敗した時点でですね、共産主義は実現不可能だし、人類に合わねえんだなって気がつけよ、バカ朝日。早く潰れろ。というですね。陰謀論について研究者に聞きました。畑正樹。京都府立大公共政策学部准教授。まあ、陰謀論について研究してるそうだ。そうであります。2、3割の人が何らかの陰謀論を信じている。自分は冷静で普通の人と思っている人ほど陰謀を信じる。政治的関心が高い人ほど陰謀を信じる。孤独だから陰謀を信じるのか、陰謀にはまったから孤独になったのかわからないが、両者には相関がある。孤独になった者が陰謀を信じる者同士で集まり、さらに濃くなる。証明しようがない陰謀で思考停止することは、まともな議論の場を毀損する。陰謀論は伝染し拡大すると。なるほど。特徴を述べたみたいなんですけど、ネットの反応です。ムーを熟読し、体制をつけるべき。これ面白いですね。陰謀、とんでもねえ話いっぱい載ってる。ムーを熟読してですね、体制、長文を読まないのが、のめり込まない秘訣。ツイッターは濃くなりがち。悪魔の証明を理解しておけ。これ、ないものは、証明しようがねえっていうですね。悪魔の証明。これ理解しとくだけで、陰謀論だいぶあの防御できるよ。嘘を嘘と見抜けない人は、テレビ新聞が嘘ばかり垂れ流すから何も信じられないっていうのも大きい。調査する、証拠を出す、議論する。これらを省けるから、陰謀論は楽。
人は信じたいものだけに耳を傾けると、陰謀はまあ確実に存在はしますよ、朝日新聞とですねそれに載ったあのメディアによる慰安婦問題捏造、徴用工問題捏造は確かに邪悪な陰謀ですよ、ですから陰謀はないとは言いません、給与明細とか当時のあの新聞の募集欄とかそれに反する証拠が山ほど出てきてバレたけど、とうとう朝日もあれは間違いでしたって謝らざるを得ないほど追い詰められたけれども、何でもかんでも陰謀論をつで済ませるのも問題っていう意見もありました。なるほどな、半端に賢い人はわからないことに耐えられず答えを探しまくるそうなんですよね、納得したい自分が、物事には何か原因があるはずだ、社会は公正であって悪は滅びるべきだ、こういうのはあの社会公正バイアス、言うらしいであります。誰の心にも社会公正バイアスっていうのはあります、水戸黄門そうでなければ水戸黄門とか、大岡越前とかあんなに流行るわけもねえし、見られるわけもねえし、まあそれが強すぎると犯罪の動機をですね、親から受けた虐待がとか、育った環境がとか社会がとか、まあ原因をあの無理やり見つけてこようとする、それであの自分で納得してこれだからこうなったみたいなんですね、さらにはですねあの失敗したプロジェクトとか、戦争とかの戦犯探しに熱心、あいつのせいで負けたとか、あいつのせいでこのプロジェクトは失敗したであるとかね、そういう責任追及に熱心ですね、してみると立憲とか共産って、自民党議員が何かやらかすと追及すごいけれども社会をあいつらは公正にしようとは思ってないんだろうな、そこで根拠は薄弱な論でも辻褄が合えばそうに違いないってストンと思い込んじゃうんでしょうな多分、これは私の推論ですけれども、マインドをですねわからないでもいいやっていう人はハマらないんでしょうねきっと、私みたいないい加減な人間、にはわかんねえけどいいやなんて人には、まあ陰謀にはまらないんでしょうね、素粒子ってご存知でしょうか、原子を構成する、まあ、この世に存在する最小単位って呼ばれてて、まあまあこういうものがあんだろうな。で、こういう構造してんだろうな。種類はこういうのの、何種類かあんだろうな。っていうふうには言われてるんですけど、まだ一つも発見されてません。まああんだろうなっていうのは、まあ、それで辻褄が合うからね、あんだろうなっていうのは、まあ、確実なんですけれども一つも発見されていないまだ、そういえば朝日新聞の気持ち悪い社説素粒子なんとかっていませんでした、あれね朝日新聞が発見されっこないことをいいことに嘘ついて騙しまくろうっていう固い意志の表れでそういう風な名前つけたんだかどうだかはわかんないですけれども、まあ陰謀論ではないですけれどもね、というわけでメール党員さん大募集11月23日 NHK スクランブルデモ参加者大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。